最近 NBA おっちゃん選手シリーズになってしまってますが、今日も、とりあえずその流れで、そして先週クリス・ボッシュと同じように永久欠番になったっていうこともあって、マヌ・ジノビリについて語りたいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。 With the 57th selection of the 1999 NBA draft, the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili from Argentina. Who?誰っていうリアクションが当時は多かったと思います。本人もドラフトされたでって当時所属してたチームのマネージャーに知らされた時、なんかの間違いやろうと、その優勝したスパーズが俺みたいな選手をドラフトするわけないやんと何日も信じてなかったぐらいです。モックドラフトに自分の名前は載ってなかったし、まさか97年にオーストラリアで行われた U22 ワールドチャンピオンシップでスパーズの GM RC ビューフォードに目をつけられていたなんて思ってもいなかったでしょうからね。ドラフトされてから3年間ジノビリはヨーロッパに残ってユーロリーグで優勝、そして MVP も受賞し活躍してたんですけど、2002年にやっと NBA に行った時は別にスパーズに期待されてたわけではなかったんです。この時の外国人選手、ぶっちゃけ白人の外国の選手って言うたら、シュートは上手いけど NBA で生き残るためのタフネスが足りないっていうレッテルを貼られてたんです。ほんま数えるほどしか成功してる選手はいいひんかったし、大体2巡目の最後から2番目に指名された選手なんで、アメリカ人やったとしてもそういう選手は別に期待されないポジションなんですね。だから当時からスパーズの監督やったグレッグ・ポポビッチがフランチャイズプレイヤーのティム・ダンカンに、なエマニュエル・ジノビリっていう選手が来んねんけどポテンシャルやばいらしいでって伝えた時に、ダンカンは鼻で笑うような、またポップ言うてるわっていうリアクションやったんです。最初の2年間はこのマヌっていう若造は確かにポテンシャルはあるなっていう風に見られてたんですけど、ダンカンにはまだ 100% は信用されてなく、2人の間の会話っていうのはほとんどなかったらしいです。そしてポップが望んでた慎重なプレースタイルとは違ったから色々揉めたり、同じウィングで NBA の歴史でも屈指のディフェンダーブルース・ボーエンは仕事もかかってたので、練習中はマヌのことほぼいじめてる状態やったんです。でも次第にボーエンも文句も言わずにハードファールされても一生懸命立ち向かってくるマヌを認め始め、ダンカンもその様子を見てこいつはなかなかやるなと思い、ポップとは永久欠番のセレモニーでも話してましたけど、一回試合中にマヌがめっちゃ派手なパスをしたんですね。試合後にイライラしてたポップはマヌに、お前はなんでああいう時にシンプルなパスをせえへんの、なんでって聞いたら、マヌは I am Manu This is what I do と答えたんです。本人はそんな生意気なこと言うたっけなって言うてますが、ポップ曰くそういう答えが返ってきたので、もうこれはしゃあないなと。でよう考えてみたら、こういうマヌの派手なプレーはネガティブな結果になるよりポジティブになる方が多かったので、頑固なポップもちょっとずつマヌには自由なプレーをさせるように変わっていったんです。ポップもダンカーもパーカーも後から気づいたのが、マヌは目立つためにこういう派手なプレーをしてるのではなく、プレーの先をこう読めるスキルが人一倍高くて、普通の人が見えないパスコースやったりディフェンスでのカットのコースとかがマヌには見えてたから、最初はリスクが高い雑なプレイヤーやというふうに勘違いしてしまってた。でもマヌはそういうリスクも計算に入れてプレーしてるっていうのを理解してからは、スパーズは彼のことを完全に信頼するようになったんです。 NBA での1年目はマヌはベンチプレイヤーとしてチームに貢献し、スパーズは優勝しました。2年目は優勝しなかったものの、マヌ自身のチームでの責任が増え、これもなかなかいいソフォモアシーズンとなりました。ちょうどこの頃におもろいエピソードがありまして、レイカーズ対スパーズの試合でレイカーズのコービーがさっき言ったディフェンスの鬼ブルース・ボーエンに、Hey Bruce! Tell me about the white boy!おいブルース、白人坊や誰やって聞いた時に、ボーエンはマヌのこと認め始めてたから、彼の答えは Oh, he's not a white boy, he's got some stuff. いやいや白人坊やちゃうで、やつは化けるでやったんです。こういうコート上での会話の話っておもろいですよね。僕はこういうの大好きなんです。はい、皆さん覚えてますか？2004年のアテネオリンピック、僕ははっきりと覚えてます。アメリカ人としてめっちゃ恥ずかしかったんで。でも今から思うと何も恥ずかしいことはなかったです。あの時にアメリカを倒し、そして決勝でイタリアに勝ち金メダルを獲得したアルゼンチンは NBA 選手も多かったし、
ものすごい強いチームでした。子供の頃から一緒にプレーして育ったことでチームの相性は抜群で、キープレイヤーたちがそれぞれ違うポジションやったっていうのもあのチームの魅力でした。そのアルゼンチンのエースがそうマヌ・ジノビリやったんです。セルビア相手の開幕戦でいきなりもうわけのわからん空港とかに用ある横に動くエスカレーターに乗ったんかっていうぐらい綺麗に横に流れながらのブザービーターで、準決勝のアメリカ戦では29点取り、ほんま NBA で化け始める前の挨拶的なパフォーマンスでした。ちなみに92年のドリームチーム以来、オリンピックでアメリカ以外の国が優勝したのはこの2004年のアルゼンチンだけです。オリンピックでの爆発パフォーマンスで自信がさらについたっていうのと、 NBA の生活やペースにも完全に慣れたっていうので、マヌの3年目はブレイクアウトシーズンになり、なんと初オールスターゲームにも選ばれました。謙虚なマヌはもちろん俺なんかがオールスターになっていいのって言うてましたが、彼はそれぐらいインパクトがあったんです。そのシーズンのスパーズは2年ぶりに決勝まで進み、前の年のチャンピオンデトロイトピストンズとお互いディフェンスがゴローニャ並みにガッチガチの戦いをしました。この時のマヌは髪の毛もあったから、こういう風になんか見かけサッカー選手やったんです。そんな人がバッドボーイズではないけど、そういうディフェンシブアイデンティティを持ってたピストンズを操ってたのは見てて新鮮やったし、なんでチャールズ・バークレーとかもうちょっと後でクリス・ウェーバーがジェノブリーって興奮してたのかが分かりますよね。すごい速いわけではないんですよ。でもスピードの変え方が上手いし、ちょっとでもディフェンスに隙間があればヘビみたいにシュルルって抜いちゃうんですよ。でもちろんあのユーロステップね、ボールを持って1歩目がこっちやったら2歩目が逆方向、彼が作った技じゃないかもしれませんが流行らせたのはマヌです。 NBA で使い始めた時は見慣れてなかったから、最初の頃はトラベリングって混乱する人が多かったですが、今ではジノビリのおかげで世界中のバスケ選手、もちろん NBA 選手もユーロステップを真似してます。ファイナルの話に戻りますが、インパクトのあるエキサイティングなプレーでマヌは接戦の7ゲームでチームを優勝に導き、最終的にはティム・ダンカンがファイナルズ MVP を受賞しましたが、僕も当時思いましたし、アシスタントコーチのバッドと GM のビューフォードは MVP マヌでも良かったんちゃうかと言ってました。ぜひこのシリーズを見てない方は見てみてください。今のバスケとは正反対で、ディフェンス中心のペースの遅いバスケ好きやからこそ楽しめるシリーズでした。ニューヨークで VHS で録画して、夏の間に親戚のいる奈良に遊びに行ってたんですけど、そこにおった友達とバスケをしてない時はもう繰り返しそのファイナルズを見てたのを覚えてます。スパーズは2年後にまた決勝に進み、今度はクリーブランドレブロンズをスイープしたんですけど、2005年の時と比べてちょっと違うことがありまして、実は2007年のスパーズのスタメンにはマヌは入ってなかったんです。スターやったのに。何があったかと言いますと、シーズンの後半でスパーズのスタッフはマヌが控えになった方がチームのバランスがええんとちゃうか、スタメンに入ってたらダンカン、パーカー、ジノビリとスターが3人もおって、極端に言うとボールの取り合いになってしまう。でもマヌをベンチに下げたらセカンドユニットを完全にマヌ中心でオフェンスができる。これを監督としてポップはマヌにダメ元で提案しました。そんないくらアンセルフィッシュなマヌでも全盛期中のスターが控えね、オッケーオッケーって言うわけないやろと。しかしマヌはあっさりとオッケーしたんです。それは彼かってスタメンでいたいっていう気持ちは大きかったですよ。スタメンか控えどっちがいいって聞かれたら、それ100回中100回スタメンって言うてましたよ。でもマヌはそれだけポップのことを信頼してたんです。この時にはマヌにとってポップは監督というよりかは父親的な存在やったので、それがチームにとってベストなんやったら俺は全然オッケーやでっていうスタンスやったんですね。ポップもポップでマヌのことめっちゃリスペクトしてたから、マヌが嫌やって言うてたら普通にスタメンに残すつもりやったらしいです。結果優勝したわけですから、そのラインナップチェンジは成功やったんです。それだけではなく、次のシーズンマヌはシックスマン賞、最優秀ベンチプレイヤー賞ですねを受賞し、今から考えると相手チームのスタメンとガンガンやるミニッツが少し減ったことでキャリアも長引いたんちゃうかというメリットもありました。そしてチームにとってはマヌみたいなスターがベンチロールに OK をしたのは、アンセルフィッシュなカルチャーをよりハイライトするいい影響にもなったんですね。他の選手が俺のプレイングタイムはって言えないじゃないですか。ビッグ3の中の一人がベンチプレイヤーをやってるわけですから。他にもアンセルフィッシュな選手についての動画は過去にも作りましたが、マヌほどアンセルフィッシュでチームファーストメンタリティを持ってる選手は
いないかもしれません。っていうのも犠牲にしたのはスタメンのポジションとプライドだけではなく、控えになるとオールスターとかオール NBA チームに選ばれにくい、ベンチプレイヤーというレッテルを貼られるので、さらに給料とかも減る。で、最終的に引退した時もホールオブフェームに選ばれにくいし、全体的なレガシーもベンチプレイヤーというだけで大物という風に見られにくくなってしまう。だからマヌがベンチロールに抵抗がなかったことはとんでもなくアンセルフィッシュなことで、人間として器大きすぎるやろっていうような行動やったんです。強い優勝チームにはやっぱこういう選手は必要ですよね。実際ウォリアーズの監督スティーブ・カーもシックスマンの重要さを分かってたので、それまで10年間一度も控えになったことがなかったアンドレ・イグダーラに、お願いやマヌみたいにスーパーシックスマンになってくれないかと頼み、イギーもそうか、マヌーも確かにやっててスパーズは毎年強かったもんなと納得し OK をしたんです。2010年11年シーズンだけロスターの事情でマヌはまたスタメンに戻り、2回目で最後のオールスターゲームに選ばれました。プレーオフが始まった頃にはマヌはもう33歳、ダンカンは35歳。2007年から優勝してなかったスパーズももうさすがに終わりが近づいてきてるやろうという雰囲気でしたが、それでもマヌはプレーオフでハイライトプレーやクラッチなシュートを毎シリーズのように決めてました。そしてクリス・ボッシュの動画でも話した2013年の NBA ファイナル、スパーズ対ヒート、シリーズを3-2でリードしてたスパーズはゲーム6残り28秒で5点差で勝ってましたが、なんと大逆転負けしてしまった。フォースクォーターの最後のプレーでダンカンを試合に入れてなかったせいでボッシュにリバウンドを取られたとコーチングスタッフの判断も批判されてましたが、この試合8ターンオーバーという最悪なスタッツを残してしまったマヌもかなりバッシングされてました。試合後敗北の責任を感じてたマヌはロッカールームの端っこで一人で泣いてて、まだゲーム7も勝つ可能性があると分かっていたスパーズも心の底では今の最大のチャンスを逃してしまったことでこのシリーズももう負けやなと思ってたらしいです。マヌはゲーム7までの48時間あまりの悔しさで一睡もしなかったと言ってましたが、彼はそれだけ負けず嫌いな人なんです。ゲーム7は思った通りヒートに敗れ、マヌはもうどっかに消えてしまいたいという気持ちが2ヶ月続いたそうです。もうええやん、次のチャレンジに向かっていこうやって言いたくなるような彼の落ち込みや逆に闘争心を表すようなエピソードは何個もありましたね。例えば2006年のプレーオフ2回戦のゲーム7フォースクォーターの最後の最後にマヌがマブスのダークノイツキーをファールしてしまい、アンドワンを取られたせいで試合はオーバータイムに行き、スパーズは負けてしまいました。チームメイトに対して特にフリーエージェントとしてやってきたマイケル・フィンリーとニック・ヴァン・エクセルに申し訳なさすぎて夏中自分を責めたらしいです。幸いそういう彼の傾向を分かっていたリーダーのティム・ダンカンはしつこく連絡して食事とかにも無理やり連れて行ってたらしいです。そして闘争心といえば2007年に優勝した次の年のトレーニングキャンプ9月ですよ。シーズンが始まる1ヶ月以上前の練習中にマヌは3人の選手を押しのけながら飛び込んでルースボールを取り、空中でチームメイトにパスを出しました。ポップはそこで練習を止め、お前らほんまに2連覇したかったらあれぐらいの勢いがないと勝てないぞとチームに言いました。ほんでスピーチも終わったかなと思った瞬間、ポップはくるっと振り返って、マヌこれからこのチームにいる限り9月にあんながむしゃらなこと絶対にするなと注意したんです。まあシーズン始まってもないのに怪我とかされたらね、シャレにならないですからね。監督にそこまで頑張らんでええよって言わせる選手ってなかなかいないですよ。三能戦の桜木ちゃんねんから。あとは2000年代の屈指のディフェンダー 3&D 選手、いろんなスーパースターとバッチバチの対決をしたことがあるシーン・バティエも闘争心が一番強い選手はコービーとマヌヤって言うてました。マンバメンタリティのコービーと比べられる選手もなかなかいないです。はい、だから2013年キャリアで一番の屈辱を味わってから1年後同じマイアミヒートと対戦することになった時、マヌもスパーズも1ミリも油断を許さず、10点差で勝ってたら15点差にするぞ、お前ら15点差ふざけんな20点差にするぞというアプローチでヒートを5ゲームで破ったんです。接戦の試合がほんまこのシリーズ少なかったんですけど、このリベンジはスパーズのフランチャイズとしての素晴らしさを的確に表してますね。2013年にどん底を味わったチームが次のシーズン1からまたやり直して、ポップの闘争心はこのシーズン半端なかったらしいですけどね。決勝まで行き、マヌ曰くゲーム3が終わる
るまで優勝できるっていうことも信じることができなかった。でも最終的に苦い思い出をポジティブなモチベーションに変え、ラリー・オブライエントロフィーを奪い返した。最終試合ゲーム5で36歳のマヌが全盛期中のボッシュの上から1年分の悔しさをぶつけるようなダンクをかましたのを見て、やっぱり化け物やなと確信しました。他にもマヌは数えきれないほど素晴らしいプレーをしましたが、ざっくりとまとめるとこんな感じです。史上最強の外国人 NBA 選手って言ったらダークかオラジュワン、史上最強のサンアントニオスパーと言ったらティム・ダンカン。でもマヌのインパクトと NBA への影響といえば、今名前を挙げた選手と同じぐらいかもっと高いぐらいです。アンチ・ヤロードもは、やつは1回も20点以上アベレージしたこともチームで一番上手い選手になったこともないというでしょう。事実です。個人的な活躍をもっと気にする選手やったら、というか 99% の選手と同じメンタリティやったら、オールスターとオール NBA セレクションも全体的なスタッツもお金も確実にもっとたくさん稼げてました。彼はあえてそういうものを追いかけなかった。 NBA にたどり着くまでにいろんなステップを踏んでやっとチャンスをつかめた選手やったから、常に謙虚な気持ちで入れたんです。チームのプラスにどうなれるかって考えながら、41歳というNBA で言うたらもうおじいちゃんの年までプレーをし続けました。最後の方はグランパジュースって呼ばれてましたからね。普通の選手と違ったところは、決められた時間を越しても気長にファンのためにサインをしたり、ゲームイナーを決めてもいや運が良かったと謙虚に答えたり、金を無駄に使って見せびらかずにめっちゃ普通のミニバンで出勤したり、ほんでコート上でもマヌ独特の動き方、ユーロステップを流行らしたり、サッカーでしか見ないようなスルーパスを NBA でしたり、あとは冗談半分ですけど印象的といえば、試合の邪魔をしてたコウモリを素手で叩き落としたり、そして何よりチームのために自分の球を犠牲にした選手です。英語では I give my left nut to 何々、スラングで左の球を犠牲にしてもいいぐらい何々をしたいっていう表現があるんですけど、一体何を教えてんのかなこのチャンネルで。マヌはほんまに、まあ、左ではなかったですけど右の球を犠牲にしてまでスパーズのフランチャイズのために16年間頑張りました。これだけハートがでかくてエクサイティングで自分を持ってる人は NBA だけではなく世界中を探しても見つからないでしょう。はい、皆さんはエマニュエル・ジノビリについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ平和。